おはようございます、ラスカルでございます。本日なんですけれども、ただいまですね、仕事でちょっと沖縄の方に来ておりまして、もちろんね撮影もするんですけど、それ以外のねちょっとお仕事もあって、今回はね、この時期なんですけれども沖縄に来ております。で、今日の動画ね、なんでこれ回してるかというと、今ね僕がね今日泊まってるホテルが、国際通り沿い、本当にね沖縄の那覇メイン通りに泊まってるんですけど、やはりこの通りね、コロナになる前は本当ね、いろんなお客さんとかで賑わっていたんですが、僕が以前来たのが最後、去年の秋頃だったんですけど、それに比べてもね、本当今回、シャッターの数が半端じゃなくて、この時期なんでね、どうしてもしょうがないんですけれども、皆さんにね、今この沖縄のメイン通りのね、現状を知っていただければと思って動画を回しております。で、ちょっとね、ブラブラと散策をしながら、街の風景なんかも映して、食べられそうなね、お店があり次第、少しね食べ歩きなんかをしながら、今のねこの沖縄国際通りの現状を、皆様に、お伝えしていければと思います。それでは行きます。沖縄知ってる人、来たことある人はね、このね僕の後ろなんかも見てもらうと分かるんですけど、マジでね人がいないですね。で、観光客メイン、あの T シャツとかね、オリジナルのね、T シャツの販売だったりとか、あとはお土産屋さんなんかもね、がっつりお店閉まりまくってますね。いや、ちらっとねこんな感じです。うわ、やっぱねシャッターがだいぶ目立ちますね。暑っ。ちょっとね食べ歩きをしながらとか思ってたんですけど、マジでね食べ歩けるところがないわ。で、今ちょっと歩いてきてね、沖縄知ってる人はわかると思うんですけど、ドンキホーテさんの横にある市場のね本通り、今来ましたね。ここもね、もともとはもうめちゃめちゃ賑わってたんですけど、今ね現状はどんな感じか歩いてみましょう。ちゃんとお店はやってんな。こんな感じ、かなりねシャッター閉まってるね。ほら、やっぱね以前ちょっとツイッターでも流れてたけど、海ぶどうとかね本当に賞味期限が短いんで、廃棄がね何トンも増えてるなんていう話も聞きますけど、やっぱねお客さん全然いないよ。でもあっち汗が止まんねえや。この今ねちょっと裏通り来たんですけど、これはね飲み屋さん街になってますね。でもほぼねやってない。やっぱ本当にねこの時期は皆さん休業されてますね、しっかりと。こんにちは。せっかくならね、沖縄らしいものをこうやって食べ歩こうかなと思ったんだけど、ほとんどやってないね。いいですか。はい、入れます。ちょっとこちら冷たくなってますけど、はい、商品の方は温かくほかほかのまま出していますので、おいしい。じゃあいただきます。はい、すみません。今ね沖縄のポーク卵おにぎりか、今見つけたので購入したんですけど、暑いからってことでこれ3品茶ねサービスでいただきました。ああうまい。ということでね、今ねポーク卵のおにぎり購入いたしました。一応ね持ち帰り用なんですけど、このね市場は人が多いんで、ちょっとね離れて落ち着いて食べられるところで行って、食べましょう。暑い。今ね人通り減ったんで、ちょっとねマスク外して食べさせていただきますね。うわうまそう。これ見えるかな、こんな感じでね厚焼きの卵にスパムが入っております。いただきます。卵柔らか、うまい。あ、これいいわ。ちょっとこれ1個で300円だったんだけど、もうねサイズでかいからすごく安いわ。ごちそうさまです。うまっ。今ねちょっとどうしても気になって、これね太巻きでかない、
これね、買ってきちゃいました。いただきます。うん、うまっ。あ、食べ応えすごっ。うん、それにしても沖縄は暑い。僕はね、これ動画用に1本ね切らずにお願いしましたけど、6等分とか4等分とかねお願いすればできるみたいなんで、これ、ね、ぜひ皆さんも買ってみてください。うん、個人的にはこのポーク卵おにぎりって初めてだったんですけど、で、まあ、ポーク卵はねうまいよね。沖縄来ると1回は食べちゃうな絶対。うん、やばい、分解してきた。やばいやばい。うん、完食です。美味しかったわ。でもね、やっぱり沖縄って昔ながらのねお店が多かったりとか、飲み屋さん、まあ、大衆酒場とかねすごい多いんですよ。そういったねお店がほぼほぼ閉まってるので、やっぱりね沖縄が好きな人間にとってはちょっと寂しいですね。うん、ごめん、逆光でごめんね。全然ね沖縄と関係ないんですけど、今ねドン・キホーテの前にアリランホットドッグを見つけまして、シンプルにね食べたいので、購入いたしました。今ね出来上がり待ちでございます。ちょっとね、出来たてを食べていきましょう。ということで、ただいまねこれいただきました。よいしょ、こんな感じですね。よし、じゃあこれね揚げたていただきます。うん、うまっ。あっ、やっぱ出来たてあっちい。最後ですね。うん、うん、うまっ。あっ、汗が止まんない。あとねもうちょっと歩いてみましょうか。よっ、よいしょ。せっかくね沖縄に来たので、沖縄にしかないファストフード、エンダーね A&W ちょっと行ってみましょうかね。これエンダーやってないぞ。地図では出てくんだけど、これ閉まったな、閉店してるね。やっぱね有名なお店とかでも箱がね大きいと家賃も高いしで、ね、なくなってるとこも結構あるっぽいっすね。あー、マジか。じゃあもう暑いし、締めにねブルーシールのアイスでも食いに行きますか。昨日ね衝撃的だったのが、あのマースヤ、漢字で塩屋って書いて、まあ、マースヤっていうお塩をね販売している有名なお店がこの国際通り沿いもあるんですけど、そこすらね昨日閉まってたんだよね。いやもうダメだ、暑くて暑くて。これホテル帰ったらシャワー浴びないと。あっちマスクもびちょびちょよ、びちょびちょ。ブルーシールやってるわ。じゃあ、すみません、塩チンスコの、ワッフルコーンでお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ただいまね、後ろのブルーシールさんでこれ塩チンスコを購入いたしました。これがね、うまいんですよ。座って食べよう。ごめん、ちょっと見えにくいんだけど、よいしょ。暑い。いただきます。うん。あ、久々に食べたな、うま。うん。
画面がとても歪んでる。個人的には真冬とかじゃなければ沖縄に来た時はね、これも絶対食べますね。マストです、個人的には。この塩チンスコが、塩チンスコも美味しいし、紅芋とかね、そう、沖縄の食材を使ったアイスもめっちゃうまいです。うん、おいしい。うまい。ラーメンね。はい。しました。はい。今回どこ行ったんですか。いや、明日から行く、また行く予定で、撮影で。あっち。そうなんですよ。ありがとうございます。美味しそうに食べてますね。今ね、視聴者さんにも声かけていただいて嬉しい限りですね。はい。で今ね、ちらっと聞いたらこの国際通り沿いにね、一蘭さんもできたみたいなんで。ちょっとね、最後はラーメンで締めましょうか。うん、よいしょ、ほい、そしたら行っていきましょう。締めのラーメンですね。ただいま発券中です。続けて商品を選ぶ場合はお好みのボタンを押してください。今日の注文はこんな感じですね。はい、はい、失礼いたします。はい、あ、すいません。ありがとうございます。こちら前でも大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。うまそう、到着でございます。失礼いたします。はい、次替え玉普通でお願いします。かしこまりました。うまいな、久々に食うと。ありがとうございます。それでは失礼いたします。替え玉でございます。ちょっとこれ残ったね、トッピングを全部いっちゃいますね。よいしょ、のりとキクラゲと。
はい、ということで、ただいまね、一蘭さんでラーメン食べてきました。めっちゃうまかった沖縄着いてからね、この1日2日間ちょっとね、バタバタとしててサラチキとかそういうコンビニの辛いものしか食べてなかったんでね、まともなご飯久々でね、めっちゃ美味しかったまあそれはね、さておき、今回のね、動画の本編であります現状の沖縄、この動画を通してね、皆様にはどのように映ったでしょうか。僕自身ね、この沖縄という街が日本のね、街の中で一番こう好きな街なんですよね。旅行だったり空気感だったり、そんなね、沖縄が今とてもやっぱり元気がなくなってるというか、沖縄特にね、この那覇周辺に関してはやっぱりね、観光産業がメインの地域にはなっていて、今ねこのコロナ禍は仕方ないとは思うんですけれども、やっぱりねこの元気がない街を見て、沖縄好きのね僕としてはなんというかな、ちょっとね心苦しいような気持ちになりました。とてもね、難しい状況ではございますが、お仕事の都合だったりとか、もしね仮に沖縄に来る機会がありましたら、ぜひねこういったお土産だったりとか、いろんな観光産業にねお金を落としていただいて、コロナが明ける頃にはまた元気な沖縄が戻ってくることを僕は祈っております。まあね、今回の動画、このようなね、コロナの時期に沖縄で動画を撮影して配信することに関して、もちろんねいいことではないのかもしれませんが、このね動画を通して沖縄の現状を一人でもね多くの方に知っていただけると幸いです。またね、明日には約ね2件ほど、大食いの撮影をする予定がございますので、地元にね住んでいる方、お近くに住んでいる方は紹介させていただくお店にもぜひね食べに伺ってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね、暑い